今回の動画のサムネイルはあれですね。何これ、雪塩わーすごいね。俺 I-80 をこんな西の方に来るの初めてかもしんないね。いやー、またまた一本道。いやー、ここすごいね。右側と左側にこう水が溜まってて、前の山すごいね。はい、出発します。次のお仕事が入りました。ここのね、今いるラブズから1時間ほど離れたお客さんのところでドロップ&フック、そしてネバダ州に行くお荷物です。でね、明日の朝の午前2時までに到着しなきゃいけないんですよ。それはねちょっと厳しいんで、今それに関しては会社と交渉を続けています。多分時間ギリギリかちょっとディレイかで、また厳しいお客さんなんで、ちょっとねどうなるかなって感じ。ちょっとピックアップしてみて、僕の今日の残り時間がね、10時間30分なんですよ。それで所要時間が9時間30分なんですね。だからこれもちょっとギリギリだなっていう感じで、途中で10時間リセット挟むと明日の2時は厳しいんじゃないかなという感じがしてます。そして、今ここはユタ州なんですけど、ここはねマウンテンタイムなんですよ。で多分ネバダ州はパシフィックタイムのお客さんなんで、1時間余裕があるとはいえ10時間リセットを挟むとちょっと厳しいかなっていう感じなんですよね。で今のトラックストップに、まあ、1時間40分ぐらいのところでその仕事の連絡が来たので、ちょっと2時間になるように調整しようと思って、ちょっと2時間になるまで時間を待ってました。まあ心配なのはドライビングタイムなんですけど、まあ14時間のクロックも今日は朝5時から動かしてるんで夜7時になくなっちゃうからね。でまたこれこうやって渋滞してるでしょ。際どいっすよね。だから今2時間空けたんで8時間であらかたリセットされるっていう風になるようにしました。でトレーラーを掃除して、リーファーも給油するシーンは撮影しませんでしたけど、リーファーに今給油して満タンにしました。ドロップ&フックなんで、またね、お客さんのところに空のトレーラーを置くことして荷積みされたものをピックアップするというやつですね。すごいね、山の景色が力強い。まあ、また今日も時間にせかされるお仕事だなという感じですが、まあ、できる限りやりたいと思います。なんかこの間ねメンフィスのターミナルに立ち寄った時に僕の名前を聞いて、あなたがですかみたいな感じでねなんか何人か駆け寄ってきたんで、多分その最近タイムセンシティブな仕事ばっかりやってるから、まあ、それでほとんど遅れないで持ってってるから、そういう意味合いもあんのかなとか勝手に解釈してるんですけど、だからちょっと時間ギリのやつが来がちなんですよね僕のところに。
だから一応なんかテキストメッセージとかで送れるよっていうことは言うんですけど、送れるかもよって送っといて結局間に合っちゃったりするから、そのね、たまには失敗しないと本当にしんどいお仕事ばっかり来ちゃうからね。まあ頑張りますっていうかね、そもそもね、会社のナビゲーションが65マイル平均で計算してるんですよ。まあ65マイルまでスピードリミッターがついてて出せるんですけど、でも山道とかって出ないんで、だからその辺がね、65で計算されちゃうと間に合うっていう計算で多分ディスパッチしてくると思うんですけど、僕は63でアプリ設定してるんですけど、そっちともうすでに1時間所要時間に差が出てるんで、そう考えるとちょっと実に際どい仕事だなと思ってるんですけどね。いつも通り自分のできる範囲で全力を尽くすという形でやっていきたいと思います。あ、場所を言ってなかったね。ここはね、ユタ州のスプリングビルっていうところですね。ユタ州で今の時刻は8時49分です。ここからだいたい45分から1時間先のお客さんのところに向かって走っております。はい、インターステート15番 I-15 をノースに向かって走ってました。この278番の出口で降ります。ここからお客さんまではあと30分ですね。左折レーンが3車線あります。一番右に寄ってます。なんか赤だけで行く気満々じゃん。行っちゃったよあれ。あ、これ何、あ、レフトン、あ、一時停止した後はイールドで行っていいって書いてありましたね。よし、この後ね、お客さんのところに行ったら、あの真正面の山を抜けていくんですよ、ネバダ州に行くのにね。まあだからある程度の上り下りとカーブがあるんで、どれくらいスピード出せるかなというところですね。まあ安全運転で、時間は二の次だ。すごい景色だねすごい、あの山はすごいね。ここはユタ州ですが、このね、道路と歩道の間が砂利で埋まってますよね。これ東側行くとこういうところはみんな芝生になってたりするんですけどね。アリゾナとかはもう砂利ですよね。よいしょ、左に入らせてもらわないといけない、はい、いやー、いい天気ですね今日も。今日もね、昨日娘ちゃんが、下のね、サナちゃんが作ってくれたプレイリストを聞きながらご機嫌で運転しております日本語でね、頑張って検索してやってくれて、しかも日本語でね、プレイリストのタイトルつけてくれたんですよ。お父さんのトラックの歌っていうね多分ダディーズトラックソングかなんか言って検索して Google 翻訳したんじゃないかなと思うんですけどね。日本語のタイプするソフトは入ってないと思うんで、あ、嬉しい、本当に嬉しい。で、なんかほとんどチューブでしたねよく分かってますねうちの娘チューブのことはチューブって言いますけどね英語の発音でほいで1曲だけ AKB が入ってて、どうしたって言ったら、ママが1曲入れたって。前にね、
AKB のね、チャンスの順番っていう曲があるんですけど、それめちゃめちゃ感動しちゃったことがあって、やっぱね、秋元康先生はね、本当にたまにぐさっとくる曲を書くよね、本当に。なんかねえ、AKB って感じの若い男女の歌も多いですけど、いやもうちょっと哲学的な人生観の強い歌でね、まあそれすごい詩に感動したんだよねって前にママに話したことがあって、プレイリストかけてたら1曲だけ AKB 出てきてね、びっくりしちゃいましたね。そうそう、まああの歌詞全部いいんですけど、2番の後半かな、運はがむしゃらの味方っていうねフレーズが出てくるんですよね。君にできる全てのことをやれっていう、なんかもうそれがめっちゃ刺さってね、その話を前にしたからだと思うんですけど、昨日プレイリストずっとチューブが流れてて、最後AKB 出てきた時爆笑しましたね。あと最近だとアニメソングで少年アシベっていうね、あのゴマちゃんが出てくるアニメの主題歌だったリトルダーリンっていう歌があるんですけど、田村えり子さん歌ってるやつでね、もう出だしがね、もしも地球の裏でっていう、もう地球の裏っていうもうフレーズがもう今の俺と子供たち、俺とママちゃんのこの距離感を急に現実のものとして、もうなんかそっからの歌詞が全部自分のことのようにね思えてきて、ふわーって涙出てね、まさかアニメソングでね、こんな、しかも30年も前の歌でね泣かされるとはと思って、誰が作詞したのはさ、松本隆先生でしたね。さすがですよね、やっぱ偉大な作詞家っていうのはすごいですね、ほんとね、時を超えて人を感動させる力があるというか。もう今ねちょっとどんなトリガーでも涙が出てくるね。年取って涙もろいっていうのと、この今家族と離れてるってこの状況でね、もう何歌われても泣ける感じだよ本当に。今を頑張らなきゃねいけないからさ、まあでも恵まれてるんですよ僕は、まだね、もう本当に歯止め効かずに落っこってっちゃう人もいるから、今まだここで踏ん張れてるからね、ここから上に上がっていきますよ。あ、かわいい街ですね。これ右は教会ですか。あと5分ぐらいでお客さんのところに到着します。このドロップ&フックがねスッとできるかどうかも結構時間通り行けるかの分かれ道。はい、新しいトレーラーにつなぎました。 R52559 28 continuous 2481051、 バッチリ。はい、お客さんのところを出発します。ここはなんか新しい設備なのかな、このセキュリティの人たちがすごい厳しかったね、なんかマニュアル見ながらやってる感じ、多分できたばっかりっていうか、この仕事始めました的な感じでしたね。もう一個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 マニュアル見ながらやるからさ、こっちはもう時間なくて急いでんだけど、しょうがないよね、異常に厳しいというか。
だってドロップしてプリクールしてこいっていうトレーラーじゃないから、リーファーなんてセットしてこなかったわけですよ。プリクール必要って書いてないからね。で実際必要じゃなかったんですけど、なんかリーファーのスイッチ入れろって言って、リーファーって立ち上がるまでに5分ぐらいかかるんですよ。で立ち上がって、これで最初温度が安定しないから、暑いからその冷やしたい温度までめちゃくちゃうるさくなるわけですよね。ゴーって、この音は正常な音かみたいなことを言い出して、いや正常だよ、だから知らないのにさ、どうやってジャッジするんだよっていう。でこれ必要ないのにこれエンジンかける意味あったんかっていうさ。そしたらなんかできそうな人が後から出てきて、プリクールじゃないリーファーはスイッチ入れる必要ないとか言い出して、でしょみたいな。なんかよくわかんない、よくわかんないけど、めちゃくちゃ時間食っちゃったな。これで10時今20分ですね。で今どこに向かってるかというと、荷物積んだんで、スケールに向かってます。通り道にねないんですよ。だからこれまたね時間もったいないけど、ちょっと15マイルぐらいオフザルートだけど、もう行くしかない。昨日まで運んでた、今日の朝かまで運んでた、もう何万パウンドってやつに比べれば8万パウンドギリギリ、燃料入れたらオーバーみたいなやつに比べればだいぶ軽いとは思うんですけどね。はい、ストップサイン止まります。これは 4way だよね。でタンデムは今39に合わせてきてます。これがだからどう出るかね。またこれ動かしたりするとなるとタイムロスだけど、39じゃないね、 39.5 だね。多分軽いと思うんだよね。で今回運んでるのはお肉ですね。その割にそんなに重たくなさそうっていう。キロでね2万キロとかって書いてあったから、多分ね3万パウンドないと思うんですよね。まあそれでも一応スケールは。えらい遅いやつが走ってるな。あ、25マイルで走ってるよ。しょうがないね、対向車が来てる間はね。しかもあそこ右カーブだしね。荷物が軽いということは、山道に入っていった時に、まあ、上り坂でスローダウンしちゃうのが、まあ、少しマシになるってことですよね。もう今朝まで運んでた荷物なんかはもうすぐに20何マイルぐらいまで下がっちゃってたから、30マイル出せなかったからね。だからそれ考えたら軽いんであれば、そういうところのタイムロスが減れば間に合うのかな。でもね、うまくやれたとしてお客さんのところで時間切れを起こす可能性もあるんだよね。だからやっぱリセットしていきたいよね。非常に悩ましいスケジュール。そしてね、お客さんの近くにトラックストップがないっていうね、それまたね悩ましいね。ネバダ州か、ネバダ州もどうだったっけな。ネバダ州で俺レストエリアの側道とかに止めたことないし、レストエリアそんななかったよね、ネバダ州って。いやいつもネバダっていうとラスベガス方面に行くんですけど、今回はノースですね。多分初めて行く方だと思う。
でもね、ハリケーンのまだね落ち着いてない中、マネージャー来て仕事入れてくれたから感謝ですよね。これが間に合わないってなると次の仕事が飛んじゃう可能性あるから、僕としても間に合わせたい。間に合わせられれば次は同じネバダ州、どこだか忘れちゃったけど、そこからテキサス行きなんで、まあまあ距離はある感じかな。いつもネバダまで行くとそのままカリフォルニアに行かされることが多かったんですけど、まあ、今回は逆戻りできそうでよかった。やっぱカリフォルニア疲れんだよね、あの55マイル制限か。大型トラックは全域で55マイル制限なんですよ。でもみんな65とかで走るから同業者に「だよせえな」みたいな顔されて抜かれていくっていうね。分かんないんだよ、どれくらいオーバーしていいかの塩梅がさ。もうだから暗黙のルールやめてちゃんとスピードは上げといてよって感じ。フロリダってね面白くて、頻繁にねスピードリミットが改正されるんですよ。新しい道路できましたっつって55マイル制限ですとか言ってて、全然事故が起きないと60マイルとかに上がってったりするんですよね。普通下げるじゃないですか、事故が起きて下げるが普通じゃないですか。住宅街が増えたから下げるとか、信号が増えたから下げるとか、上げるパターンも結構あるんですよフロリダはね。他のステートはちょっとよく分かんないけど、まあ、僕らがよく使う408っていうね、道路がまあ、オーランドの、まあ、ダウンタウンを東西に横切っている道路があるんですけど、あれ昔55マイル制限だったのが今60とかに上がりましたもんね。いやー、またまた一本道。気持ちいいね、こんだけ一本道だと。この西側に来た時のあの人の住めないエリアをこうバーって走るの気持ちいいね。ああ、本当ありのままの惑星って感じだもんね。本当アメリカって東側に人口が集中してるっていうか、まあその開拓の歴史もあるんだろうけどね。え、ミシシッピ川流域で農業ができたっていうところで栄えてたのと、あとは東海、いや西海岸のゴールドラッシュで人が集まった、ね、カリフォルニアとオレゴンだけですもんね。あとはもうなかなか人が住めないエリアだから、カリフォルニアだって北部に行っちゃったらもうこんな感じですもんね、景色。人が全然住んでないみたいなエリアありますよね。そう考えると本当日本って水が豊富だよな。どこ行っても山があって森があって川があってね。生まれた国ですよね。はい、ストップサイン止まります。ピタッと。この後行けるかな。よし、すごい景色だね。しかし
この先の信号を右に曲がるとフライング J があって、そこにスケールがあるはずなんですけどね。どうだろう、まっすぐ行って入れんのかな。入り口が分かんない。トラック右から来てるもんね。やっぱりこっちですね。よいしょ。トラックエントリーはここですね。エントリー、エグジット、出口と入り口が一緒ってことか。よし。39.5 でいけるかな。よし。さあどうなるでしょうか。手こずってるか。よし大丈夫、バッチし。じゃあ先に進みましょう。やっぱり軽そうだね。ありがたい。すごいね、真正面の山の迫力がすごい。今日も天気がいいからね。さあスケールをもうパスしたんで、ここからもお客さんまでできるだけ近寄ります。よいしょ。眠気が来ないかが心配だな。今のところは全然眠くないですけど。今日は朝4時40分から点検してきましたからね。お昼過ぎたら眠くなってくるかもわかんない。今午前11時27分ですね。でこの先でヘアピンのループをかましてウエストに逆向きに行くんだね。だからちょっとね、15マイルぐらいねロスしてるんですよね。おお、右側の湖は綺麗ですね。左側のは何これ、塩なんか、湖が潮吹いたみたいになってるよ。これが何、ソルトレイクってこと。よくわかんない。でも潮っぽいね。雪じゃないよね。よいしょ。あれかな、塩田。塩田って言いますっけ、塩作るとこ。わかんない。またいつもながら適当なこと言ってるけどはい、これで I-80 に乗りました。ネバダ方面ウエストで向かいます。荷物もねそんな重たくないから、上り坂はそこまで減速しないんじゃないかなと思いますけど。こっから480マイル7時間41分ですね。そうか、7時間41分でも僕のドライビングタイムは8時間23分しかないんだよね。あー微妙だな。でお客さんの近くにトラックストップはない。だけど午前2時のお届けで1時45分からチェックインができると。そんなドンピシャでいけるかな。
まあやってみましょう。いや本当に綺麗だね。なんかのあの淡い色がね、なんか絵画みたいですよね。絵の中に入って走ってるみたい。今もう少しでお昼、今11時30分ですけど、気温は華氏で76度、涼しいですね。これくらいの湿度でこれくらいの気温だったら一番なんかアクティビティやるのにいいよね。なんかスポーツとかやりたいね。日本にいたらもう死ぬほど草野球やってんだろうなと思うけど、ね、アメリカでちょっと一瞬硬式野球やったんですけど、あの軟式野球っていう概念がないんですよアメリカはね。まあ一部の地域で入れてやってるみたいですけど、基本公式かソフトボールになっちゃうんですよね。ソフトボールはね、なんかちょっと違うんだよね俺の中では。なんか打ってくださいって感じで投げてくるから、やっぱりさ、なんか打たれたくないと思って投げてくるピッチャーを打つから楽しんじゃんみたいなのがあって、なんかカリフォルニアの一部の地域では日本のあの健康ボール軟式球入れてやってるリーグがあるというのは聞いたことあるんですけど、やろうと思ったらやっぱ公式ですよね。で僕なんかもう少しするとあとあれかな、 1,2 年したらシニアの方に入れるから、シニアリーグで一番若い選手になれるかもな。ね、これ右側のほらこの湖みたいなさ、真っ白なんだよ。なんでできてるの、何なんだろうこれ。塩じゃなかったの、何、石灰。だってこんなに赤土みたいなところに急に白砂出てこないでしょ、こんな真っ白な。しかもすごい不思議、これが天然のもんだとしたらなお不思議だよね。ほら真っ白だよ。やっぱりソルトレイクっていうぐらいだから塩なのかな。でももし塩だとしたらさ、植物が育たなくない、こんなに周辺に塩に強い植物が生えてるのかな。ってことはこの辺は雪降ったら溶けるのかな。うわーすげえ、なんか謎だ、いろいろ謎だ。今日あの会社のコミュニティでね、まあ衝撃的なニュースというか、トラックストップに何人かのアクティビストが現れてね、活動家が、まあおそらく環境活動家なんでしょうけど、まあヨーロッパとかだとよく道路に座り込みとかしてるのあるじゃないですか。まあ、あれ見て僕はすごい腹立たしいんですけど、どけよって思うんですけど、なんかそういう活動家がトラックにすごいたくさんダメージを与えたっていうから、気をつけてくださいっていうのが来て、うちの会社のトラックはやられてないみたいなんですけど、どうやらそこに止めてたトラック、何十台もタイヤパンクさせられたらしいです。でね、ちょっとやそっとじゃパンクしないんですよ。
まあサイドウォールは弱いんですけど、一応中にワイヤーメッシュが入ってるんで、タイヤ、トラックのタイヤってね、もう本格的に多分穴開ける目的でちょっとしたマイナスドライバーでグサッてやったってね、開かないですよ穴。もう本当に開けるつもりで道具用意してやったんじゃないかなと思うんですけど、それがもうものすごい硬いナイフを持ってきて刺してったかね。今自動ブレーキ勝手に踏みましたね、また。いやだからなんか1台のトラックなんで、その1つのトラックにまあ大体18個タイヤがついてるんですけど、9個パンクさせられたって、半分。だからなんか支える側のタイヤもなんかなんていうの、1個パンクする、2つパンクするぐらいだったらなんかあのジャッキアップしてってなるけど、ジャッキアップした反対側のタイヤもぺっちゃんこだからみたいな、もうすごい大掛かりな修理になるみたいな言ってて、なんでそういうことするんですかね本当に。いやトラックのディーゼルが環境を破壊してるって言うかもしれないけど、それぞれのトラック攻撃されたからってさ、何をアクティビストは一つのトラックストップで攻撃したって話題にもならないじゃん。何をやってんのよ本当に。てか訴え出るとこが違くねえかって思ったけど全部修理しなきゃいけないの、治るの待ってる間ずっとお金出ないでさ、まだ俺らだったらカンパニードライバーだとかいいけどさ、オーナーオペレーターで9本もタイヤパンクさせられたらたまんないよね。あれ1本1000ドル以上するんだよ、10万円以上するよタイヤやばいよ。だって1000ドルだったら15万だよ、9本だったらどう150万ぐらいしちゃうやん、タックス入れて。やばいじゃん、もう本当にね、そういうことをする人たちはさ、何を考えてんのかなと思うけど、なんか洗脳されちゃってるんだろうね。あのなんだっけ、どっかの女の子いたじゃん、もう今もう女の子じゃねえだろうけど、グレタ・トゥンベリとかもそうだけどさ、もうその本当に単なる一面しか見てないってことだよね。本当にお前らは俺らが運んでる荷物のものを絶対に買わねえんだろうなっていう。うちらの物流止めて本当にお前らスーパーで物とか買わねえんだろうなみたいな言いたくなりますよね。攻撃するとこ間違ってるよ本当。まあトラックドライバーの中にはね、普通に拳銃持ってる人もいっぱいいますから、そんなんやったら撃たれちゃうって感じはするけど、ね、そのやってる工具によりますよね。ナイフとかで穴開けてたら、ちなみにフロリダ州の場合はもう自分が危害を加えられると自分でジャッジメントしたら撃ってよしっていう法律なんで、正当防衛の法律があるんで、実際に自分に向かってこなくてもこのシチュエーションはやられるって思ったら撃ってよしなんで、それはね、あの何年か前にジョージ・ジマーマンというね自警団の人が、まあこれもね被害者が黒人だったんで大々的なニュースになりましたけど、フードかぶった黒人の男の人が近づいてきて被害を加えられるっていう判断をして止まれって言ったのに止まんなかったから撃ったっていうね事件があって、まあ裁判になって彼は無罪になりましたけどね。まあそういう正当防衛の法律があったりしますから、州によって違いますけどね。いやーここすごいね、右側と左側にこう水が溜まっててね、逆さ富士じゃないけど左右の景色が鏡みたいに映ってる。あ、もうなくなっちゃった。ほんでこの白いのは何よって感じだよね。ちょっと行ってちょっと行ってペロってやってみたいよね。ダメかな、
それで塩じゃなかったら困るよね。生産カリとか天然でねえのかな。ああ怖い。いやー世の中何が起こるか分かんないよね本当に。でもまあパンクさせられるとかさ、荷物ブレークインされるぐらいはさ、もうまあしょっちゅうハプンするということですよ。まあ、俺はそんなアクティビストに狙われなくったって自分でしょっちゅうパンクしてるからさ4週連続でパンクしてたから何やってんだって感じで、会社の中にアクティビストがいるんじゃねえかと思っちゃうまあそんな冗談はさておきだな。本当被害に遭ったトラックのドライバーの人は気の毒だな。どんくらいの力を加えたらパンクするんだろうか。いやちょっとやそっちや多分開かないと思うよ。普通の乗用車のタイヤと厚みが違うからね。もうコツ知ってんのかな、ここ刺したら開くみたいな。まあやっぱやるなら側面だろうな。あー綺麗、すごい景色ですね。おいやー美しい、美しいね。そんでやっぱこういうなんていうかね、ふさふさのベージュになっていくんですね色がね。日本でいうあのススキみたいなことかな。綺麗ですよね、すごいですよねこの白い、さっきから言ってる塩もどき、なんか雪景色と錯覚しますよね。すごい、ずっとでね今ね、西に向かって走ってるんですけど、なので太陽が今お昼で南にあるんですよ。左側から照らしてきてるんですけど、まあ普通に日差しが左から入ってくるから運転席にこう注ぎ込んでくるんですけど、左ハンドルなんで、そのね直接入ってくるのと、その白いこの地面に照り返しでねこう倍になって跳ね返ってくるのがあるんですよ。だから左目がちょっと眩しくてね、さっきからサングラスしてても結構なんかこう日差しの強さを左側から感じるって感じですね。でもなんかこの辺 Google マップで見ても真っ白だから、ずっといつでも白いんだろうね。ただの白い砂ってことなのかなねえ、白い砂だったらバンカーの砂とかにいいんじゃない、ゴルフのゴルフ場のバンカーって基本なんか黄色い砂が入ってるんですけど、でっかい大会とかになると真っ白にするんですよね。あのプロの大会が始まる前に、うちがあの通ってたあのさやのホームコースはオレンジカウンティーナショナルっていうところなんですけど、時々ねそのプロのPGA の試合とか、あとリブの試合とかが行われるんですけど、それがある時はねもう1週間前ぐらいからクローズして芝とかバンカーとか整えるんですけど、大会の前はねバンカー真っ白い砂をね入れ替えるんですよね。あれなんでなんですかね、黄色だといけないのかな。ゴルフねそう娘がやるっていうから見始めたんで、それまでねゴルフのこと何にも知らなかったんですよね。
本当ににわかゴルフファン。いやもう女子ゴルフのことなんて何にも知らなかったね。まあそれはなんか渋子とかその辺は知ってましたけど、細かい選手とかまでね今まで見てこなかったけど、今は結構詳しくなりましたよ、男子も女子も。またね、サエがアメリカに戻ってきたらバリバリねトーナメントに出させてやりたい。結構ローカルのトーナメントに出てメダルいっぱい取ってたんですよ。そうだからなんかコーチもねなんかレッスン代払えなくなっちゃって、すいませんけどお金がって言ったら、いやもう才能がある子だからって言って何回かね無料で教えてくれたんですよね、でもそれでもどうしても通わせられなくて、またいつか戻ってきますってコーチに言ってね、そこはもうご夫婦ですごいいい優しい人たちなんですけど、なんか最初に習ったコーチがいたんですけどね、まあ、最初すごいそのコーチが好きで教わってたんですけど、そのなんかなんていうのかな、理屈じゃなくて子供が最初に覚えたスイングを大事にっていう、そのこういうスイングをした方がいいよということはあんまり言わないコーチ で悪い癖がどんどんスコアに影響するようになっちゃったんですよね。で他のコーチに見てもらおうということで見てもらったら、こことこことここを直した方がいいよつって直したら飛距離も伸びたし、まあたまにものすごいシャンクが出てたんですけどそれもなくなったしみたいのがあって、そのコーチねすごい気に入ってたんですけど、まあまた通わせられたらいいなとは思うんですけどね。ほんとすごいよね、両方真っ白だよねえ。これでほんとうっすら水が張ってたらさ、あれみたいじゃん、ウユニなんだっけ、塩湖塩の湖ねえ、あれボリビアかどっかじゃなかったっけ。わーすごいね、俺 I-80 をこんな西の方に来るの初めてかもしんないね。いつもラスベガス方面に下がってっちゃうからね。いやー綺麗。これでねカメラで捉えられてるか分かんないけど、遠くにうっすら山々がこう山脈がねあるんですよね。これで道路がずっと一本道で、その地平線に近い方というか山の方に行くに従ってこうなんだろう、ゆらゆらってしてるね。かげろうじゃないけどなんかこうもやーってしてるの。道路がなんかピカピカって光ってて、境目がない感じ、山に向かってすごい不思議な。そしてね本当日差しがきつい、これ本当スキー場で感じるピリピリだね。運転席には吸盤でくっつくスクリーンつけてるんですけど、それでもやっぱりピリピリするね。これガラスに UV の加工してあるのかどうか知らないけど、普通に体左半分真っ黒ですよ俺。シャワー浴びると本当に分かる、鏡に映ると左腕と顔の左半分、特に耳とか黒いの。左右対称にね日焼けできたらいいんだけどさ、たまに右ハンドルになってくれたりね、
すごい、こんなところ走るんだねって感じ。でもあれだね、タイヤの跡があるね、右側。車でこう進入していっちゃう車がいんのかな。こんなのでももしね、入ってってさ、柔らかかったらズブズブって入っちゃうよね。どうなってんだろう。ちょっと調べてから走ればよかったな。今ね、ちょっとね、音声で聞いてみたんですよ。そしたらね、ユタ州にウユニみたいな場所ありますかって聞いたらね、ボンネビル園芸って言ってた。これ何、右側の突然何が出てくる、これ巨大なオブジェが出てきて、そこにフェンスがあって南京錠みたいのがいっぱいかかってるけど、なんだあれ。いやこれやっぱ塩かね。いやウユニ行ってみたいなと思ったけど、こういう感じなのかな。これで水が張ってたらね。いやすごい。今回の動画のサムネイルはあれですね、何これ、雪塩そんな感じかな。すごいね、こんなところがあるって全然知らなかったよね。不勉強ですね。西側の地理が全然頭に入ってないからね。はい、この先右側にレストエリアが出てきますので、ちょっとそこに立ち寄ります。お手洗い休憩。あんまりタイムロスしたくないけどさ、お手洗いはな、しょうがないな。でもトラックストップに入るよりはすぐに出発できるはず。トイレが全部あれか、簡易トイレなのか。あそこでみんな右側入ってって写真撮ってるね楽しそう。まあ今日は時間がないから本当は入ってって撮りたいけどなまあ今日はやめときましょう。じゃあお手洗い行ってきます。速攻で戻ってきます。よし、戻ってきた。出発。みんな楽しそうに写真撮ってるけどね、一応これでもお仕事なんで、しかも時間がやばいお仕事なんで先に進みます。中入ってやってみたかったな俺も、今度だな。でもみんな2人組とかで写真撮ってるからな、1人で行ってもね、三脚とかなきゃダメか。よし、今のところのタイムロスは3分だ本当に急いで行っておしっこしてきただけ。さあ先に進みましょう。あとでゆっくり、ここがなんか有名な観光地なのかどうか調べてみよう。さあこの先ウェイステーションが出てきます。どうでしょうか。ならないね。クリパスが対応のはずなんですが、これはウェイインモーションアヘッド、まだこれからか。はい、クリパスグリーンになりました。ここのウェイステーションはバイパスします。まあ、今回はね、荷物が軽いんで、まあ、前回の荷物よりはだいぶ気が楽ですね。はい、ここのウェイステーション通過します。
おー、前の山すごいね。なんか山のてっぺんになんかあるね。あれなんか気象観測所みたいな感じかな。アンテナがいっぱい立ってる。ハイウィンドエリア気をつけていきましょう。でもなんかあの吹き流しみたいなのはデローンって垂れ下がってるから今は風がないのかもしれない。今日は東側は多分ハリケーンの影響で風強いんじゃないですかね。会社からもそんなメッセージが来てましたね。はい、ネバダ州に入りました。今のね橋を渡ったところでネバダ州に入りました。ユタ州からネバダ州に入りました。お、前のトラックちょっと遅いね。追いに行きたいな。59、うん、それは行こう。このトラックの後ろにくっついてくる。あれでもこのトラックここで降りるのか。あ、それともあれか、パッシングレーンなのか。すごいね、タンカーの2連結。いや前も言ったかもしれないけどタンカーってね難しいんですよ運転。中にね仕切りがあったりするんですけど、それでもやっぱりチャポチャポ言うんでね、なんかワンテンポ遅れてズンってくる感じなんだと思うんですよね。僕もねあのパッケージに入ってる液体を運んだことあるんですけど、それでもねやっぱりなんかワンテンポ遅れてこのなんつうのチャポンって言ってズンっていう重さが後から来るみたいな感じで、ハンドルをキープするの結構大変なんですよね。しかもそれが2連結ってことは結構大変だよね。今ねずっと上り坂を上ってるんですけど60マイルを維持できてますね。なんなら前のトラックが急に減速して55ぐらいまでなってきたんで、近寄るなら抜いちゃいたいなって感じだけど、そこまでは無理か。戻ろう。オーラ、面白い町の名前だね。お、前は行くね。じゃあ俺もついていこう。今日はね軽いよ。3万パウンドないよ。珍しい、サムライダッドとしては珍しい上り坂の追い抜きシーン。おお、すごいね。すごい景色だね。でも今の上り坂で前のトラックもだいぶしんどそうで43マイルぐらいまで下がっちゃったから、俺もつられてそれくらいになっちゃったけど、多分前がいなかったら50マイルはキープできてたんじゃないかなと思う。そう考えると山道でのタイムロスが避けられれば、それでも間に合うかなって感じだな。一応ネバダ州に入ったけどまだタイムゾーンはマウンテンタイムだね。途中でどっかあの多分パシフィックタイムに切り替わって1時間後ろに戻るはずなんで、今日は25時間使えるんですよ。24時間じゃなくてね。パシフィックタイムゾーンって右に書いてある。じゃあここから切り替わりますね。まだ時計は切り替わってないけど、パシフィックタイムゾーンというサインがあったんで、で切り替わった。まだ切り替わってない。あ、切り替わった、切り替わった。よし、これで今12時11分です。お昼の
1時11分から12時11分に1時間戻りました。よし、これで残りが6時間1分、6時間1分。だって12時で6時間後は午後6時でしょ。そこから午前2時まで8時間でリセットしても間に合わんな。だって30分休憩もこれから取らなきゃいけないでしょ。いや距離は大したことないんだけどな、朝配達行ったからな、時計が残ってないんだよな。ちょっとマネージャーに確認しなきゃダメだ。これはなんか大きい何か運んでますね。ああいうのでね、あのコンテナーみたいな形したトレーラーハウスとかトレーラーオフィスとかね、まあ、大体あれ半分とか3分割になって車線の幅になんとなく収まるサイズに分割されてて、現地でね、もうほんと簡単なコンクリートブロックみたいなのを置いてドンドンって土台立てて、あそこへクレーンで吊るしておしまいみたいなね。で現地でその分割したやつをガチャンコして家にしちゃうとかね。うちの前の会社のオフィスとかもトレーラーのあのオフィス使ってましたね。すぐ移動できるやつね。すごいですよね。そんなこんなでかいトラックがあるし広い道路があるからできるっていうところはありますけどね。でもねうちの実家もねすごい狭い道路の住宅街だったんですけど、積水ハイムっていうところで20年以上前か、ああもう24年前、もう四半世紀近いんじゃない家を建てた時にもうほとんどできてる状態のものを5、6個に分割してたのかな。それドンドンってもう本当に積み木みたいに積み立ててボルトで固定してみたいな感じの作り方でしたね。で躯体作った後内装やって仕上げみたいなね。日本でもそういう、まあ、トレーラーハウスみたいなないことはないんだと思う。でもあの今出来上がった家をばらかしてどっかに移動するかっつうとしないから、だからこっちのその本当に移動しながら住んでいくっていうスタイルとは違うでしょうけどね。フロリダとかでも55歳以上のコミュニティ、アメリカってね結構55歳以上のコミュニティってのはあるんですよ。55歳以上じゃなきゃ住めないっていうコミュニティ、レジデントコミュニティがあって、そういうところでよくねああいう移動できるトレーラーハウスになって、最初新築からその形で売ってるっていうのが時々ありますね。もうだからね55歳以上になるとそんな広い家いらないよみたいな人も結構いるから、需要があるんでしょうね。今日は軽いから追い抜いていきます。今45マイルこの右側のトラックは34マイルでした。追い抜きます。おお、こんなところにレストエリアがあるんだ。ここのレストエリア入ったら景色が良さそうですね。今日はさっきのね塩湖、塩原、まあ、塩って確定したわけじゃないけど、ああいうところのレストエリアもそうだし、ここなんかもね止めたら見晴らし良さそう。いやーほんとすごいところを走ってますね。たびたび言ってますけど、きっと死ぬ直前にこのアメリカで走った道路をいろんなところを思い出して死ぬんだろうなと思う。
だってなんかさ、もう天国に近いじゃん、なんか雰囲気が。俺のイメージしてる天国、なんかもう自然、大自然のさ、人が住んでないみたいな、ちょっとね、人間界と違う感じの。急な下り坂が終わったら今度は緩やかな下りの直線、すごいね、ずーっとまっすぐよ。アマゾンはね、早いんだよね、みんなスピードが。だからオーナーオペレーターになってアマゾンのアカウントを契約するとあれを引っ張れるんでしょうけどね、いくらぐらいもらえるんですかね。でさっきね、マネージャーに少し遅れるかもよと伝えました。遅れるかもよっていうか、もう俺の中ではもう遅れるの確定だと思ってるんですけど、もうね、このナビゲーション通りに行けたとしても30分ぐらいは遅れると思うんですよ、うん、まあさっきもちらっと言いましたけど、またこれウォルマートなんで厳しいんですよね、時間に。遅れるとね、前に遅刻した時は2日後にリスケジュールされましたから。で今回行くところはネバダ州の北部で、そこから最寄りのターミナルってなると、もし誰かにリレーするとかっていう話になるとしたらね、そうなるとあれかな、ラスベガスまで持ってってリレーするのかなって感じするけど、でももうそれでも明日の朝2時には多分間に合わないんで、リレーしたとして。だからちょっともう言ったんですよ、まあそもそも出発の時に結構ギリギリですねっていう話はしてて、でピックアップしに行って、でまあピックアップしに行った先のお客さんのそのセキュリティがめちゃくちゃ時間かけてやる人たちだったから、まあ思ったより時間かかっちゃったっていうのと、であと僕はこれから30分の休憩をしないとドライビングタイムを全部使えないんで、まあその兼ね合いと、であとさっきラブズで2時間休憩したわけですよ、あの仕事入るのを待機してた時間でね。だから8時間使えばスリーパーバース使えばリセットされるはずなんですけど、それでどれくらいリセットされるかっていうのは、まあ、8時間後に見ないと分かんないっていうところがあって、まあ、計算すれば分かるんですけど、で8時間でリセットしたとしてももう2時は間に合わないねって感じだから、一応その細かな現状をマネージャーに伝えました、まあ、それを伝えたら OK って返ってきました。だから OK ってことは遅れる感じだよっていうことに対して OK だから、まあ遅れてトライしろってことだと思います。あのアメリカ人って本当ビジネスとか特にそうですけど、あの文章ダラダラと打たないんですよ。だからもう OK そのまま言ってた時はもう OK って返ってきますから、無駄な文章、お世話になっておりますとかお疲れ様ですとか、ああいう日本みたいなああいう出だしの文章なしにいきなり本題入って、特にあの会社内での連絡なんて特にそうですね。 OK って本当に2文字だけ返ってきたんで、だからまあ向こうは承知したということなんで、僕はこのまま遅れていきます。これでね、言ってなかったがあると後々問題になるのが嫌なんですよ。それなら知らせて欲しかったが嫌じゃないですか。だから早めにもうディレイしそうだって分かった時点でディレイしそうだっても伝えて、もう今なんてディレイがほぼ確定だから、ディレイがもうほぼ確定だよってことを伝えてってやっとけば、後からなんか言われてもいや言ったよって
ちゃんと記録残ってるよこっちはっていう風にできるから、まあそういう後で起きそうなトラブルを避ける意味でもまめに報告してます、うん、だから問題は今日夜中の2時っていうか明日の夜中の2時に持ってって断られちゃった時だよね。今日金曜日なんですよ。で今もうここがお昼の12時55分1時だから、フロリダは午後4時で、あと1時間でもうオフィスがクローズしちゃうんですよね。で土日モードに入っちゃうんで、そうなるとまた土日って電話がつながりにくいから、夜中の2時にお客さんで断られちゃいましたってなった時にどうしたらいいですかの連絡がつかなくなる可能性があるってことですよね。でお客さんの近くにきっとトラックストップはないだろうから、なんかねちっちゃいのが2つあるんですけど、多分その大手のトラックストップじゃなくてローカルのやつじゃないかなと思うんですけど、だからそこに止めれればそこで待機なのか、ややこしいですね。一応僕はこの配達が終わった後もうその次が入ってるんで、だから難しいんですよね。今回スプリットして8時間休憩で荷物持ってったとして、明日またその後ピックアップがあるんで、また明日もスプリットになるんですよね。だからちょっと体力がずりずりすり減ってっちゃう感じはするでしょうね。まあでもあの1ヶ月半か2ヶ月ぐらいずっとスプリットで働きましたから、前のマネージャーの時、うん、それに比べればね1日2日スプリットになったぐらいどうってことないぜって感じになりました。であれはあれでしんどかったけどいい経験したってことですよね。そういう風に前向きに考えるようにしましょう。結構ねその他の会社で働いてる人たちと話をするとパンクの経験なんかないとかいう人もいるしね。そう考えると僕はもうパンク何回やったんだっていうぐらいやりましたから。でもその代わり僕はエンジンのトラブルにまだ見舞われてないんですよ。非常に良いエンジンのトラックに巡り合えて、まあラジエーターじゃないや、クーラントが漏れたっていうことはありましたけど、あとエア漏れね、うん、それくらいでエンジンに大きなダメージがあったってことは今までないから、それは非常にありがたいですね。だから今後そういう経験をすることがあったらね、エンジントラブルは今までないからね、いやどのパーツがどういう状況でとか説明しなきゃいけないんだよね、きっと。想像しただけでしんどいね。何事もないのが一番だけど。おー、貨物列車と交差しますね。すごい。先頭がちょうど左側に抜けていきましたね。すごい。タイミングでしたね。
今日のね寝床探しというかプランニングを考えてるんですけど、ここから150マイル先に、ラブズとかフライング J とかトラックストップが3つぐらいある街が出てくるんですよね。で150何マイルなんで2時間半ぐらいで行けるんですよ。で僕は3時間、あと3時間以内に、30分リセットをやらないと、まあ8時間の累積が溜まっちゃうんで、その前にやらなきゃいけないんですけど、まあそれやったところでね、もうそんなに戻ってこないというか、トータルでももうあとね4時間ちょっとしか走れないんですよ今日。だからもうその30分休憩を入れないで、30分休憩が必要になる時間の手前、その2時間半離れた、ここから150マイル離れたそのトラックストップのどこかで、それでだいたい4時ぐらいなんですよ夕方の到着が。だからそのどこかでもう今日はシャットダウンしてしまって、8時間のリセットをすれば30分ブレイクのタイムロスがなくなるわけで、だから30分のリセットが必要になるタイミングで、多分もうバイオレーションの警告が出ちゃうと思いますけど、残り30分残しとかでどっかトラックストップに止めて、で8時間ブレイクをして、ドライビングタイムとオンデューティーのタイムがあらかた戻った状態で残りを走ると、150マイル走ったところで止めると残りも150マイル残しぐらいなんですよね。だからその先また2時間半か3時間ぐらいかけてお客さんまで行くって感じになりますけど、まあ明日の時間を残しておきたいから本当は今日行けるところまで行きたかったんですけど、その3カ所あるトラックストップ逃しちゃうと、もうねその100その先、そこが150マイル離れてるんですよ。もうその後はねもう290マイルのところにしかないんですよ。だからそこで30分休憩して走り始めちゃってももう止まれるところがないんで、もう今日はそこで8時間のリセットをしてしまおうという今考えに至りました。なのでここから150マイル離れたトラックストップのどこかに夕方4時近くになりますが止めれたらいいなと思って走っております。はい、この先ウェイステーションが出てきます。フォローインキャブシグナルって書いてありますので、プリパスが反応するんじゃないかなと思いますが、チェックステーションオールコマーシャルビーコーズワンハーフマイルウェンフラッシングって書いてあるから、また光ってないから入らなくていいパターンですね。はい、ウェイステーション通過します。チェックステーションですね。もう入り口も塞がってますね。はい、通過します。ここの右側に今見えてないですけどね、プリズムがあります。なのでこのエリア一帯はヒッチハイク禁止ですプリズンをブレイクしてきた人たちを乗せてね行かれちゃうと困るからでしょうね。何マイルか手前からヒッチハイク禁止って出てます。あのプリズンがあるところはよくそういうの出てますね。脱獄してきて車に乗られちゃったらそのまま逃げられちゃいますからね。ただいまの時刻午後2時9分です。はい、ちょっとレストエリアが出てきたので立ち寄ります。またお手洗い休憩、
今日はどうした？ちょっとお手洗いが近いね。またいい景色のとこですけど、もうタッチアンドゴー。おトイレだけ済まして、またすぐ出発します。はい、じゃあちょっとお手洗い行ってきます。はい、出発します。はあ、また3分で行ってきました。よし、この配達は時間が肝だからね、行きましょう。ここから目指してるトラックストップ、まあ3つのうちどれかって言ってますけどね、まあそこら辺の地域まではあと1時間20分です。83マイルで、夕方4時ぐらいですね。で、僕のドライビングタイムの残りは1時間46分、26分残しですね。うん、なんとか間に合ってほしい。頑張りましょう。はい、今午後3時22分です。30分休憩を取らないといけないよっていう、まあウォーニングが出ました。ここから目指しているところまでは32分ですね。1時間以内に30分休憩を取らないとバイオレーションになりますよということなんですが、ここから目的地までは31分、なので29分残しですね。まあ現地でもたつかなければいいなって感じですが、今のところアプリ上の駐車場のステータスは20分前でメニーになってますから、まあ1台ぐらいは空いてるんじゃないかなと思って進んでおります。まあラブズがダメでもフライン J が近くにあるので、まあ29分あればなんとか探せるんじゃないかなと思います。で、ここまでは比較的ね、緩やかな上り下りだったんでスピードそんなに落ちなかったですけど、今真正面ね、結構きつい上り坂が待ってたりするんで、ここからねどれくらいスピードをロスするかにもよるかなという感じです。ちょっと良くないことが起こりましたね。ここナビゲーションの認識は75マイル制限だから、僕の計算では65マイルで計算されてると思うんですけど、ここ今工事区間で55マイルの制限がかかってるんですよね。だから時速10マイル分ちょっと遅くなってしまいます。残り時間が少ないんでね、なんとかたどり着きたいなと思うんですが、まあ焦ってる時ほど慎重にスピード違反をしないように行きたいと思います。まあ実際コーンが立ってるだけで工事してないんですけどねしかも1車線分丸々空いてるから、マックスの制限速度でもいい気がするんだけど、まあ55マイルって書いてあるから55マイルで行きましょう。ですね、目的地がラブズなんですけど、駐車場のほとんどがね、あの斜めのブラインドなんですよ。でそれもあの前のクリアランスの狭いやつ、めっちゃ難しい、入れるのめっちゃ難しいやつだから、ちょっとラブズやめます。でそのラブズの手前のフライン J も駐車場がね狭そうなんですよ。で衛星写真を見ると、もうなんかそのみんながこう横並びに止めてる前に、ただでさえ狭いのになんかあの溢れちゃった車が止めちゃってて、出る時めっちゃ出にくそうなんで、
この先ちょっとね6分損しますけど、パイロットに行きます。パイロットの方はもう全部直角の駐車場で、広さも広そうで、46分前のステータスでメニーってなってるんで、まあちょっと情報がどれくらいね、ラブズとかの方は15分前とかの情報が来てるんですけど、ちょっとパイロットの情報は古めですけどね、ちょっとそっちにかけてみたいと思います。何回か言いましたけど、今日は金曜日ですので、まあ、金曜の夜からね、金土日とトラックストップは34時間リセットをするトラックで混み合うことがありますので、まあちょっとどうだろうなという感じですが、まあ多分ちょっと敷地的には大きそうなんでね、ちょっとパイロットシャワーは浴びれないですが、パイロットを攻めてみたいと思います。なんか大きなシティが近くにあるわけじゃないんで、そんなに混み合わないんじゃないかなとは思うんですが、これ右側にフライン J の看板出てますね。で左にラブズの看板出てますね。だからもうあと2マイルぐらいで2つは出てきますが、そこを通り過ぎた向こうにあるパイロットを目指しています。今日はね朝4時半から稼働してて、今夕方3時50分、もうすぐ4時ですからね。で本来だったらもう5時になってるんですよ。1個時間がずれましたからね。だから体内時計はもう夕方の5時になってるんで、まあパッと寝てパッと起きて配達って感じになると思うんでね、別にシャワーは今日はそんなにこだわってません。早朝にドロップ&フックやっただけなんで、お腹すいたね何にも食べてないね朝から今日は何にも食べてないね。でおつまみも今日は買ってないからナッツとか食べてないしね、お腹すいちゃった。はい、ここ左側にフライン J がありますね。どう駐車場は、結構ガラガラだね。ガラガラですね。まあここに止めてもいいけどね。でもなんかその配達の時間が競ってるから、出るとき出れなくなっちゃうのは困るんだよね。で右側にラブズがありますが、こっちの駐車場はどうですか。いやこれほら斜めのね、これ全部斜めなんだよ。これ開いてるね。開いてるけど、あでももう満車になりそうだね。どうだろうな。パイロットもうね残り時間が30分も切りましたね。うまくいけばあと5分ぐらいでつけるんですけど、ちょっと携帯の電波はあんまり期待できなさそうですね。もう言ってられない。でここを逃すともうだいぶ先までトラックストップないんでね。はい、この先173番の出口でおります。なんていう土地名なんだこれ。ウィネムッカ、わかんない。ネバダ州の読めない土地に今降り立とうとしてます。はい、この右側のパイロットに行きます。スローダウンスローダウンスローダウン。まあ携帯の電波期待。おおガラッガラ。 OK、 はいストップサイン止まります。ピタッと、よいしょ。ガラッガラです。
とさっきの2つより携帯の電波が弱いからかもね。トラックエントリー右、オートエントリー右、じゃあ右回りで行かなきゃいけないね。まあどっちでもいいや。この隙具合はどうなってるの？よし、間に合った。危ねえ。危なかったよ。今日はもうこれで8時間のリセットをしたいと思います。今ちょうど4時です。なので8時間後は、24時、午前0時ですね。で、ここからお客さんまでが2時間23分なんで、もう午前2時には着けないですね。8時間で本当に全部リセットされるのかっていうのはちょっと多分だけどリセットされるはず、うん、されなかったら10時間取るしかないから10時間取りますけど、もうこの先ねドライビングタイムもほとんど残ってないしトラックストップはほとんどないんで、もうしょうがない。今日はもうここでおしまいですね。ちょっとポストトリップインスペクションやってもう終わりたいと思います。ということで止めれました。よいしょ。リーファーの燃料はまだまだある。もうちょっと下げれるか。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。こんな感じのトラック Vlog 毎日やってますので、もしよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆様 Be safe、 ご安全に。